はい、えー、皆さんこんにちはレクセエンリーコンシの唐沢と申しますどうぞよろしくお願いします、えー、本日はですね2023年9月から新しくですね始まりました生成 AI について、えー、集中的に学んでいくことができる新しい試験制度ございましてですね、えー、これ素晴らしい試験だなというふうに思いましてぜひご紹介の方をさせていただきたいというふうに思っております生成 AI パスポート試験と をありま,すまあどういった必要性から生まれているのかそしてどんな試験なのか何を学んでいくのかそして学び方どういうふうに方法でですねど,どういった方法で学んでいけばいいのかという主な3点ですねお話をさせていただきたいと思います。まず1点目ですね必要性というところですね生成 AI パスポート試験を学んでいく価値というところですよね。 まあそもそもですね今、AI というのがいろんな分野で,ですねお仕事のいろんな分野で活用されているという実態があるそしてそれを使いこなせる人材というのが本当に今必要になってきているという状況があるのはですねなんとなくイメージできるんじゃないかなと思いますまあ具体的にはですね赤文字のところ画像とか動画とか音楽とか音声テキストソフトウェア製品のデザイン まあ、テキストとありますけれども、ね、例えば本を執筆するとかです、ね、そういったことに関してまでうまく活用することによって生成 AI です、ね、さまざまな種類のコンテンツをしかも短い時間で,です、ね、生み出していくことができると。 いうですねまあ、本当に昔はです、ね、本当に超高度な専門性を持った人というのが1年がかりで作っていたというものに関してです、ね、これをその独創性というかそこに全くその人と同じように及ばないかもしれないですけれども、まあ、同種子のというか同じような匹敵するようなレベルのものというのもものすごく生成 AI を活用することによってです、ね、短時間で生み出していくことができるというような状況になっております。 そしてポイントとしてはです、ねまあ、自然言語のリクエストに応えてコンテンツを作成するといったことですよね。まあ、私はどちらかというと文系の人間であまりシステムのこととかです、ね、理系系の知識というのは乏しいわけなんですけれどもこういった文系の人間であったとしてもです、ね、生成 AI にです、ねまあ、こんなことができないか、えー、こういったあ今、文章を作りたいんだけれども何か知恵を貸してほしいとかですね あの何て言いますか言葉足らずというかあのシステム的に乏しいようなこういった私たちのお願いに対してもですね生成 AI というのが比較的応えてくれるということで本当に開発とかですね生産性向上といったところに非常に生成 AI の学習によって私たちが学ぶことによってですねそれを活用することによってですね業務の効率化というのが図られていくと。 いうことなんですよねただ一方でもデメリットですね AI を活用することによってさまざまなです、ね、倫理的な問題とかです、ね、著作権の問題とかですね新たな問題点というのが発生することになってきているという状況もあるということなんですね不正確になってしまうといった時やです、ね、AI による偏見が混じってしまうそういった問題も発生したりしてです、ね、やっぱり最終的にはですね いい仕事をするためには人間の検証ととととといいいううこここを行っていくことが必要ということになってきますなので正しく学んでいくということが重要になっているんですね。はい、というわけで今学ぶ必要性について見てきましたがでは続いて何をじゃあ具体的にこの試験をこうクリアするために頑張ることによってですねどんなことが得られるのかというような辺りですよね。 あの試験の概要について見ていきたいというふうに思います。先ほど言ったように生成 AI を活用するといったことによってです、ねまあ、本当にこれは社会に求められるスキルというものですねこれからの社会に求められるスキルということが身についていくということですよね。一説によると一説によるとというかある事例によるとです、ね、あのアメリカなんかでは今この生成 AI を使えるということが非常に重視されていてです、ね、あのお医者さんと医者さん この生成 AI をこう使ってお仕事を効率化させる人とですねどっちも重要な役職なんですけれどもこうスキルによってはですねお医者様よりもさらに年収が高くもらえるようなですね生成 AI をうまく使いこなせる人材ということがそれほど求められているというようなケースもあるというふうに聞いております。これからの時代でですね 最も必要とされる人材の1つにこの生成 AI を活用するということがです、ね、求められてくるということで,です、ね、この正しく活用するスキルを身につけようとそして先ほど申し上げたような新しくです、ね、生成 AI ということによって新しく発生してしまったような倫理的問題等これに対してもです、ね、きちんと分かっておく必要があると。 いいいううここことととでで大きくく分野これらを学んんになるんですね。はい、少し試験的な言い方をするとですね AI 活用したコンテンツ作成の具体的な方法事例といったところ、えー、それからですね問題に対応するということでコンプライアンスとかですね注意点といったものですね個人情報の問題とか著作権の問題とかですね商標の利用とか、えー、そういったあたりも学べるようになっていくということなんですよね。 はい試験を受けるときはどういうふうに試験を受けますかというと IBT というですね方式インターネット・ベースおテスティングというの略称なんですけれども IBT という紙で書くのではなくてですねパソコン、スマートフォンこれを使ってですね受験ということが可能になってくると。 で60分で60問の問題が出てきますよと。で出題される範囲ですねこれ明確にシラバスというものが存在していてこの項目から出題されますということがはっきりと分かるようになっております。シラバスを読んでそのシラバスの項目これについて学習するとそこから必ず出題されるというか努力が必ず報われるみたいなです、ね、形になっているということです。 そして、費用、お値段のところなんですけれども、通常1万1千円のです、ね、受験料がかかってくるわけなんですが、学生の場合です、ね、赤文字の下のところに書いてあるんですけれども、5500円半額ということで、学生であることを証明した、そういったデータを出した方に関してはです、ね、半額のお値段で受けることができますよということになってまいります。では、どんな方法で勉強していけばいいか、学び方と。 ということに関してですが先ほど、シラバスとということを申し上げましたこれをここから出題されますよということがもうはっきりしている試験です試験団体がここから出しますと言っていますそしてそのシラバスに対応してその試験実施団体がそのシラバスに対応したあの要するにここから出るというふうに言っている一方ここから出ますというところを実際に書籍にしたものがあるんですね。 それがこの、AI、生成 AI パスポート公式テキストということで試験実施団体が監修をいただいているものということで,です、ね、このテキストをやっておけば100%間違いがないといったことになります。ちょょっとだけ、ね、あの画面の方で、ね、拡大しましまうかね、はい えー、まさにこの2023、えー、年度版、えー、出来上がったばっかりですけれどもこのシラバスに完全に対応する、えー、生成 AI の利活用の入門書とおいったような形で,です、ねまあ、もちろん試験に通るということは当たり前なんですけれどもこの生成 AI ということに対してです、ね、実務で使っていただけるようにです、ねえー、使いこなせるようにです、ね、この生成 AI のです、ね、利活用に関する入門書としてもお使っていけますよというようなものになっております。 はい、では、触りの部分ですね、あんまりね、えー、販売されている書籍ですから、中身をあんまり見過ぎさせて、映してしまうということは、これ、問題がありますので、まあ、項目ですね、どんなことが載っているんだろう、どんなことが学べるんだろうということですね、大きく5章立てになっていって、AI、第1章、AI についてまず学ぶ、第2章、生成 AI ということについて学ぶ、そして第3章では、現在の生成 AI の動向というところ、そして4章ですね、 生成 AI の活用前の情報セキュリティということで、まあ、問題点に関しても起こさないように学んでいくことができる。で、第5章ですね、えー、テキスト生成 AI のプロンプト、制作と実例といったような、えー、大きく5本立てになっていて、もうちょっとだけね、テキストの中身をあんまりちょっとね、映すのは適していないと思いますけれども、目次立ての部分、ちょっと参照させていただきますと、まず第1章、人工知能のところではですね、人工知能の定義、 そして AI に動向をもたらす仕組みといったあたりですね。そして AI の種類、AI の歴史、シンギュラリティといってですね、まあ、人間の能力を超えていくことになるんじゃないかみたいにですね、AI の能力っていうのはそれほど拡大しているよといったようなあたりですよね。はい、第2章の部分ではですね、生成 AI、ジェネレーティブ AI とはというところと、まあ、今ね、とても話題になっているチャット g p t と。 いいいったあたありり見ていくととうことになります、はい、第3章ではできることの主なサービスといったあたりとです、ね、あのディープフェイクというところで,です、ねえー、見ていくということになります。第4章です、ね、私たちが、えー、生成 AI の活用前の情報セキュリティということで,です、ね、私たちが持っておくべきリテラシーとかです、ね、セキュリティプライバシーそして個人情報保護 制作物に関わる権利とね新しくどん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 いろんなクリエイティブなコンテンツを出されることになりますからそうした出したものに対する権利と権利関係といったこともですね問題がないようにしておかなきゃいけないということですねあとは AI を取り巻く理念と原則ガイドラインといったものもございますのでま正しく利用していくためのですねまルールといったことも知っておく必要があるということですねそしていよいよ第5章と いうところではテキスト生成の AI のプロンプト制作と実例ということでじゃあどんなふうにです、ね、活用していったらいいのかとこの素晴らしい AI の持つ力をです、ね、うまく引き出してです、ね、上手に業務に活用していくためにです、ね、どんなふうに扱っていけばいいのかなというようなところをやや専門的なことも少し導入の部分導入的にです、ね、学んでいくことができるというような構成になっております。 はい間違いなく、ですねこれ今、こちら、写させていただいたテキストのですね、まあ、目次の部分ですね、えー、まで共有をさせていただいたんですけれども、あの試験の実施団体である普及機構様の方から、ですね監修をいただいている公式テキストということで、これがまず間違いないというテキストになります。そして、私たちレックは、ですねこの本をさらに分かりやすくお伝えするための講座と、 いうものですよねまあ、テキストね確かに本で勉強もできるんだけれども何て言うのかなあのやっぱり初めて学ぶものだからもうちょっと分かりやすく先生の方に解説をしてほしいというニーズが当然にあると思いますのでこの「 試験実施団体が監修された間違いないこの公式テキストをさらに分かりやすくするとお伝えするということでですねレックの方も講座をさせていただきますのでぜひそちらもねお楽しみにあのご活用の方をいただければというふうに思いますはいえそれではですねこちらの今日のガイダンスの方は終了させていただきたいと思いますご清聴ありがとうございました